どうもこんにちは、家事支部の中村です。家事支部の森口です。共有開いて3番目の人はロールタック番長です。そういう意味わかんないネタ挟むのやめてほしいんですけど、インターネット見てるとそういうあるよね。あのまあ大体好きな人、あなたを思ってる人は共有開いて4番目の人ですとかって見ない？ない？あれ？そこに山田さんがいるんですけど、わかります？すごい、そう、多いよね。こうやって時間食うの、はい、本当に嫌なんですけど。今週の、今週は何でしょうか。しょうもない。はい、12月号はヨット暮らしの始め方、はい、素晴らしい。グッソンはヨットで暮らしたいですか？あんま、十分な広さがあれば、ゆくゆくは。どのくらい、何フィートぐらいがいいですか？35ぐらいじゃないですか。でかいね。でかいか。35。まあ俺もそうだな、俺も1人か2人でカタマランがいいですよね。ちっちゃいカタマラン3でも3号だな。ちっちゃいカタマランで1人、うん、キャビン4つもあって、まあ、4つもあってお客さんどうぞっていう。まあそうか、2人ですね。2人か家族か。なるほど、ね、暮らしたい。すごい表紙すごいですよね、これ。黒潮丸、モデルは何ですか？あ、フィッシャー25ですね。フィッシャー25、ケッチですね。素晴らしいですよ。ちょっと一瞬ごちゃごちゃしてるように見えるかもしれませんが、もう一個もいらないものがない。やばいです。全部必要なも ものです。日本一周されたね、ご夫婦で。もうすごいですね、アイディア満載。はい、ぜひ見て。これが、ね、キャビンの中はこんな感じ。右側のは奥様のね、ギャレー。これ全部その柏村さんの、正則さんが手作りで、木でこういう。でも立派ですね。シンクが大きそう。ですよ。素敵なご夫婦でしたね。堀江謙一さんに憧れて、その遠くに行くっていう。で、憧れちゃったのが、運の次でしたと、おっしゃっておりました。これ、はい、中島さん。中島さんは、セーリング火薬エトピリカの開発者で、うん、今は、自宅のある北海道から沖縄まで、あったかい場所を求めてこう縦断するクルージングを6年続けて。冬は沖縄。冬は沖縄で、夏は地元の。夏はこれ、ね、羨ましいね。この、船の名前はフェデラルミエールというんですけど、うん、このドジャーが目を引くんです ね。 すごいね。これ中島さんの手作り。手作りなんだ。ハードドジャーでしょ。ハードドジャー、すごいね。これ別にずっと北海道にいてもあったかいんじゃない、これ。なにこってかっこってなってるから。あと風呂があるんですよ。あ、そうですね。船尾にお風呂があって、ね、いいじゃん。北海道仕様じゃん、ね。まあでも温めるのに8時間かかる。確かに。ぜひ入ってみたい。あ、アメリカズカップですね。いつもアメリカズカップの連載を西村和弘さんがやってくれてるんですけど、今回は4ページ拡大版ということで。普段2ページですよね。はい、なぜ4ページなんですか。はい、あの第37回 AC のプレレースがありまして、マジガチ戦いがあり、順位がついたということで、はい、1位はもちろんアメリカンマジックエミレーツじゃないですか。エミレーツじゃないんです。防衛者はエミレーツに行ったバーリングで、で防衛者チームのトップはあの、ルラノスタプラタピレリですね。スピードヒル、このスピードヒル、はい、バーリングを破ったのはやっぱりトム・スリングスビー。いやー、すごい。僕も本当にトムが一番大好きです。はい、トムいい人ですよね。年下ですけどね。お、国体。はい、鹿児島国体が10月頭に開催されました。こちらは本当は2022年じゃないな、2020年に開催予定だったんですけど、そんなずれたんだ。コロナで3年延期となりました。これ初めてのことですね。だから第何回っていうのはついてなくて、特別国民体育大会という名称になってます。こう国体という名称としては最後で、来年の佐賀大会からは国民スポーツ大会。国民スポーツ大会、略して国スポになります。どうせすぐみんな馴染みますよ。国スポ。勝ったのは、天皇杯、皇后杯ともに山口県が勝ちました。すごいね、圧勝だったんだよね。参加した9種目全部で入賞してるんで。そうなんだ、はい、10種目中9種目で入賞。エースは誰なんですか。エースはやっぱりイルカの鈴木義弘さんでしょう。すごいね、少年時代から合わせて7連覇です。無敵、強い。全10種目の優勝者をそれぞれインタビューと一緒に紹介してます。注目は少年のイルカで、
広島県の豊住兄弟が入賞しました。ね、ちょっとさっき聞いたけど、ね、兄弟で入賞するってすごいね。しかも妹さんの方まだ中学生で、すごい。お兄ちゃんは、お兄さんはまだ高2なんで、来年また連覇のチャンスがあると。なるほど、少年男子連覇して青年へ行くと。大記録続々の国体でした。国体読んでください。はい、あ、これ国木製クリートの作り方、国方さんですね。前回あのロープを編んだおじさんですね。画家というかイラストレーターなんですね。はい、今回木製木でこうやって削り出してクリートを作って、それをお家で使いましょうという。これ何の木材なんですかね。基本はねラワンとか杉でいいらしいんですけど、今回ちょっとあの編集部の方からチークでやってくんないかったら、チーク使うなみたいになって、まあやれないことはないよってことです。でもやっぱり、まあ、でも読者の皆さんチークしなくてもつなおラワンで大丈夫です。文化さんは何だろう、お庭にこうジブをタープにして貼ってるんですけど、それのこうハリヤードとかこう止めるとこをクリートにしたりとかして、でジブ取りも毎日してますと。風とかね、火のね、火がこっちが来たからこっちにしようとか、実家の庭にやってみたい。やってください。お、年間ついに、年間一周というか1年間お疲れ様でした。12校目が名古屋大学体育がいるところです。すいません、名古屋大今年スナイプ級で13年ぶりにインカレに出るということで、ね、この動画が世に出る頃にはもうインカレ出てると。ブイブイ言わしてるかな、シュール魂をね。今回あれでしょ、なんだっけ、あれ陰キャが来るだっけ。あ、そうですね、なんか自分たちで自ら我々は陰キャであるということをおっしゃってたくさん言ってくれたらしくて、ね、もうその時点で陰キャじゃないよね。うん、インカレに向けてビブスにシャチホコを入れるか入れないかで悩んでいたらしくて、まあ、ぜひ入れた方が一発で分かるからいいんじゃないかなと思います。11月頭に、はい、あ、出ましたマット1220花水木、これよく見ますね、坂見走ってると目立つグリーンのラインがね。確かにこれマーク・ミルズ設計ですよ。トルコの造船所ですよね。すごい、花水木はゆくゆくは長距離レースに行ってると目指してるそうですよ。あ、はい、そうなんだ。印象は2ももちろんいい船だけど、ちょっとね、すみません、興奮しちゃいました。はい、ノードスターフィンランド、最近流行りの形ですね。これね、ワークボートってやつですね。これこのワークボートと見せかけてコックピットがめっちゃ広いっていうね。確かに。で、スイミングプラットフォームがあるって結構じゃあ遊び、そうそう、後ろだけ見たらちょっとラグジュアリーな感じですね。ノードスターは何が可愛いって、ロゴが可愛い。あ、そうなんだ。ロゴを気にしたことなかったな。あ、本当だ。あ、国際信号機を使ったそうなんだ。へえ。フォルムもね、可愛いもんね。こんなわかったしてますけど。で、あやさんはあれですね、あの長崎県大島造船所横のオリーブウェイホテル3日目、ずいぶんいましたね。最終回ですか。最終回ね、オリーブウェイホテルの前にオリーブワンっていうのがあるんですけど、そこにつながるね、水路がすごく細くて、ほんと幅10メーターぐらいの、はい、ここね、山岸茂彦カメラマンはもう興奮してましたね。で、これ同じ号の姉妹市のボートクラブでもこの水路出ますよ。じゃあ合わせてご覧ください。ちょっと経費半折半にさせていただいて助かりました。はい、ということで家事12月号、あと読者プレゼントは、この後紹介しますんで、ということでこちら、ヨット暮らしの始め方と、ね、ごっちゃごちゃしてますけど、これ一個も無駄のものありませんからね。これ何なんだろうっていうのがいろいろ、まじまじ見てください。もう本当に勉強になります、はい、ぜひ買ってください。なんだっけ、家事12月号は、はい、11月5日4日かな、11月の頭に発売します。買ってください。ヨットで暮らしたい、ぜひご覧ください。